それでは、東京ディズニーシーバージョン行きましょう。いや、豪華ですね。最近結構ね、トゥデイは豪華だと思います。はい。なんとね、ドナルドとグーフィーがいるというね。めっちゃ豪華ですよね。わ、これ隠れミッキー難しそうだな。ちょっと探しましょうか、皆さんで一緒に。ジョマジョマ探します。え？あるかな、これ。え？あるかな？ちょっと反射しちゃって見にくいっていうのもあるんで。ちょっと一回探しますね。すいません。ちょっと一回カットします。ありましたよ。はい。どう？皆さんわかりました？じゃあ5秒間、皆さん探してくださいね。言いますよ。はい。5、4、3、2、1。はい。答え知りたくない方はカットしてください。はい。では答えいきますよ。はい。せーの。ここです。影。ほら。ここの影がね、ミッキーの影になってます。いや、これはなかなか難しいわ。いや、ディズニーシー今回難しかったですね。はい。ぜひね、トゥデイ、ここにありますので探してみてください。はい。それでは早速中身行きましょう。はい。ということで、こちらがね、中となっております。はい。まずこれがね、フェスティバル・オブ・ミスティークです。で、今年初のですね、ハロウィンのショーとなっております。はい。メディテレニアン・ハーバーをの、ポルトパラディーゾのですね、まあ、お祭りをイメージしたですね、フェスティバル・オブ・ミスティークということで、ミニーちゃんたちのね、この衣装がすごいね、ポルトパラディーゾっぽくてね、めちゃくちゃいいですよね。あと音楽もね、ポルパラっぽくてめっちゃいいです。ぜひね、こちら新しいショーになりますので、ぜひご覧ください。あとフォトロケーションなんですけれども、これ TOT の前の広場にございますのでね、ぜひ探してみてください。はい。あとここですね、あのエントランスなんですが、このね、見えます？昔はね、ここにも実はあったんですよ。だけど今現在ね、ここしかないんですね。これなぜかと言いますと、台風でね、吹っ飛んじゃいました。はい。なので、台風の次の日から、ここのね、ここの布、残念ながらなくなってしまってますので、ここね、ちょっと写真と違いますのでご注意ください。はい。今現在これしかありません。はい。まあ、詳しくは一昨日ぐらいにインパした動画をご覧くださいね。はい。ということで、まず、フェスティバル・オブ・ミスティークのことについて、ここに書いてあります。はい。で、まあ、仮装ですね。ここ仮装ですので、ディズニーランドと一緒です。仮装についてはですね、ホームページでご覧ください。もうこれだけね、細かいね、注意事項ございますから。はい。で、あとここ、ソアリン、ファンタスティックフライトですね。7月23日からオープンしたばかりの、もう激レアのね、もうめちゃくちゃ大人気のアトラクションでございます。はい。で、もう上海、カリフォルニア、ジョマジ乗ってますけれども、2パークともですね、もう一番人気です。で、東京ディズニーシーでも圧倒的人気を誇ってますので、もうぜひね、もう間違いなくもうジョマジはね、一番推します。ソアリン絶対乗ってください。絶対ね。はい。ディズニーシーに行ってソアリン乗らないのは本当にもったいない。もう絶対見てください。はい。同じく7月23日から始まりました、ソングオブミラージュ。こちら抽選になりますのでね、ぜひ抽選当てて、ソングオブミラージュ見てください。めっちゃね、神曲。はい。で、ここら辺はね、ランドと一緒ですので、はしょりたいと思います。はい。こんな感じです。それでは、続きまして、裏めくります。はい。裏をめくりますと、同じくですね、ショースケジュールとなっております。フェスティバル・オブ・ミスティーク。すごい細かい。なんだこれは。めっちゃ細かい。1から3。そして5から13の公演が10時30分、14時、16時半の3回公演だって。あ、4日はね、そう、あの、ジョマジの混雑予想の動画で言ったんですが、4日はね、貸し切りなんですよ。なので、早閉園でございます。東京ディズニーシー。なので4日はインパする方気をつけてください。早く閉園しちゃいますからね。あの、夜は貸し切りですから、ご注意くださいね。で、なので4日がですね、10時半と14時のみですね。はい。2回公演しかないらしいのでご注意ください。はい。で、14これ年パス除外日ですね。はい。14が9時半。あ、早いな。9時半と13時半と16時15分だそうです。なんでここ違うんでしょうね。はい。で、15日から18日が10時、13時半、16時15分。ね。もうすごい、こんなに帰るの時間、大変ですな。で、19だけがなぜか、10時半、13時55、16時15分ですね。はい。
で、20日と26日と27日が9時半、13時、16時だそうです。はい。で、21日から25日、はい、が10時、13時、16時。はい。そして、28日から31日までが10時、13時、16時。ということで、フェスティバルミステイク、ちょっと時間すごい違うので、ちょっと本当気をつけてくださいね。はい、こんな感じなんですけど。こんなに変えることある今まで。ねえ、こんなに変わってなかったですけどね、さすがに。めちゃくちゃ変わってますので、はい。ここご注意くださいね。いや、すごい変わったね。で、ズミックです。はい、ファンタズミックが1から3、そして5から31。ってことは4日以外ですね。4日以外は20時公演です。で、4日は先ほども言いましたが、早閉園になりますので、17時40分の回ですね。はい、お昼、夕方の回になっております。で、ビッグバンドビート、これもちょっと長いんで、はしょりましょう。はい、皆さん見てください、こちら。ちょっとね、すごい細かいんでね、ちょっと動画だと見にくいと思うんで、はい、もう皆さんで見てください、これは。こんな感じだそうです。まあ、4日は相変わらず、こんな感じで変わるみたいですね。なんでこんなに色々変えちゃってるんでしょうね。ちょっとよくわかんないですね。はい、OK かな。ちょっと見にくかった方はね、一時停止してください。で、マイフレンドダッフィーは、ずっとやってます。はい。もう、終わるまでずっとやってますので。で、ソングオブミラージュですね。ソングオブミラージュは抽選でございますので、ご注意ください。で、1から3が11時、12時半、2時、4時15分、5時45分です。そして、5から31もこれです。5から31も今言った通りですね。で、4日早閉園の日は12時、13時半、3時45分、で、5時15分でございます。はい。で、ナイトハイハロウィン、4日は貸し切りですので、なしです。はい。まあ、ディズニーランドで見れますので。はい。で、まあ、それ以降は、以外は20時半でございますね。はい。ここら辺ちょっと結構大変ですね。うん、もうすごいごちゃごちゃしてるんで。で、今回はなかなか大変です。ショーパレー。はい。それでは最後にですね、こちら、スペシャルグッズとかメニューたちをご紹介して終わりにしたいと思います。この辺はまあ、だいたいいいでしょう。この辺はね。一応リゾート場。ここはね、もう一緒ですんで。はい。で、フェスタブラブミスティークのもの。はい。こちらハロウィンのもの。東京ディズニーシーにしか売ってないのがこれですね。はい。で、まあ、ご飯ということで、じゃあまずグッズから行きましょう。はい。こちら10月10日から発売される新しいものですね。これまた動画投稿できたらしますね。はい。これ10月の10日からだそうです、ここ。かわいいですね。アリスとか、ステーショナリーとか、マグカップ。で、ベースボールシャツだって。これ好きな人は好きなんじゃないですか？で、アパレルアイテムっていうのが4日からだそうです。いいですね。はい。で、ダッフィーのグッズ、8日からです。これはもう初日行きますので、動画投稿します。そちらの動画、お楽しみに待っていてください。まあ、詳しくは、8日でいいかな。はい。で、これもいいね。ミルクティー。このミルクティー大好きなんだ、俺。すごい甘いんですよ、ちなみに。めちゃくちゃ甘くてね、大好き、ジョマジ。ミルクティー大好きなんでね。はい。で、ケープコットクックオフ。こういう足型がついた、ファーストプライスセットっていうのが出るみたいです。はい。で、これはね、前からもありましたが、こちら、ソアリンのタピオカ入りのですね、フライトドリンク。そして、チュロスです。これ、ザンビに言ってます、チュロス。パイナップル味です。はい。で、こちらが、ボルケニアレストランですね、これね。106番ボルケニアレストラン。ですよね。はい。で、ミゲルズ・エルドラト・キャンティーナかな。ミゲル。そして、ユカタンですね。はい。こちらのメニュー、美味しいです。そして、あ、これはランドにもあったんで、ちょっとはしょろうかな。メロンソーダとジョマジがおすすめ。で、あとはですね、これがカフェポルトフィーノのセットになります。これまた、今度投稿したいと思います。これまだ食べてないんですけどね。はい。で、これはまた、先ほど見ましたが、投稿します。で、タピオカドリンクですね。
これタピオカティー。はい。で、これがね、またね、安いんですよ。450円、500円、400円なんで、これめちゃくちゃ安いんでね、おすすめしたいと思います。はい。で、これ先ほど、昨日投稿しましたね。かぼちゃのケーキ。はい。で、これも、先ほど言ったんで、はしょります。ティポトルタと、パンプキン味のチュロスです。はい。で、これがね、スペシャルマンってやつ。これもね、美味しかった。ね。あと、この浮山マン、これね、大人気。これね、結構広告でもね、ドーンとありますけども、これ大人気ですから、ぜひ皆さん食べてみてください。これほんと大人気だよ。20分ぐらい並んでますから、毎日。これはね、おすすめでございます。はい。で、これも、これね、これはね、まだ食べたことないんだけどね、今度食べようかなと思ってます。これハンバーグですね。ブラックカレードリア。はい。でございます、こちら。これ気になるんだよね。ドックサイドダイナーなんですけどね。これめっちゃ気になるところ。はい。で、これはあれですかね。ちょっとどう忘れした。ニューデリーかな?ニューヨークデリーだと思いますね。ニューデリー。で、あ、これも投稿しましたね、この前ね。先週投稿しましたけれども、カスバのスペシャルセットでございます。はい。これもね、美味しかったんだなぁ。ぜひね、皆さん食べていただきたいと思います。これはホライズンですかね。ホライズンですね。そうですね。はい。ホライズンのスペシャルセットでございます。ちょっとね、値段上がっちゃいましたけどね。2080円ということでね。はい。で、あとは、大人のカクテルということで、こちら、ぜひお楽しみください。はい。ちなみに、ジョマジ的にはね、この2つがおすすめです。これ。これほんと子供、あ、子供飲んじゃダメだけどね。ジョマジ、炭酸ダメなんですけど、お酒もダメなんですけどね。ジョマジでも飲めます。はい。あ、子供ダメだよ。ごめんね。はい。ということで、はい。こちらが裏面でございます。いろいろね、おすすめなご飯たくさんありますので、ぜひ食べてみてください。はい。ということで本日はですね、10月のトゥデイのご紹介でございました。はい。ジョマジね、これ毎回ね、コレクションしてるんですよ。なぜかっていうとね、もうこんなに薄っぺらになるでしょ。しかも、毎月、色とかね、このデザインが変わるということで。しかも中を覗けば、あ、こういうショーやってたんだな、こういうご飯とか売ってたんだなっていうのが見れますよね。なので、もうジョマジはね、もう無料だし、かさばらないし、もういろんな歴史を見れますので、このトゥデイコレクションっていうのがね、もうめちゃくちゃやってるんですけれども、ぜひね、皆さんもやってみてください。はい、ということで今日はですね、こちら10月限定のですね、このトゥデイのご紹介でございました。またね、来月もやりたいと思っておりますので、お楽しみに待っててください。それでは、これで終わりにしたいと思います。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。最後にですね、ずっとバックミュージックで今流してたんですけれども、これね、なんとニューファンタジーランドのミュージックでございます。今日の夜ですね、こちらのニューファンタジーランドの新しい BGM、ジョマジが頑張ってね、録音しましたので、今日の夜公開したいと思います。お楽しみに待っていてください。それではまた今日の夜ね、お会いしましょう。ジョマジでした。バイバイ。